平野のしとキンプリ流せ角、来年2月、エランドール賞で再開の可能性。2022年の冬、キングプリンス以下、キンプリを揺るがす出来事がありました。平野のし神宮寺ゆ太た、岸ゆ太の3人がグループを脱退し、新たな賞が幕を開けました。その中でも、 注目を集めたのが高橋山と長瀬角の二人体制での金プリの活動です。しかし、同じ頃、高橋山と女優の有村架純の交際が報じられ、さらなる注目を浴びました。今回は、その交際報道に引っかかる出来事と、金プリ脱退メンバーとの再会の可能性に焦点を当ててみたいと思います。 不穏な空気金プリの一員として活躍してきた高橋山が2022年の冬に有村架純と同じマンションに引っ越したとの報道がありました。この出来事は一部のファンにとっては後期の敵となりましたが同時に不安を抱く声も上がりました。なぜなら同じ頃にグループからの脱退者が続出したからです。 平野紫耀、神宮寺勇太、岸雄太の3人が2022年11月4日に金プリ脱退を発表。その後、2023年5月22日には彼らはジャニーズ事務所を退所しました。岸雄太も9月30日に退場。これにより、金プリは新たな局面に突入しました。 分裂とも言えるこの出来事は、グループの未来に不透明な影を投げかけました。再会の可能性しかし、新しい展開が待っているかもしれません。最新の情報によれば、平野潮と長瀬角が来年2月に、エランドール賞で再会する可能性が浮上しています。 これは、日本国内で上映された映画や放送されたドラマに出演した俳優が表彰されるイベントで、新人賞候補として二人の名前が挙がっているとのことです。エランドール賞への期待平野仕様は t b s 系ドラマ、クロサギで主演を務め、その演技が高く評価されました。一方で、長瀬角は t b s 系の日曜劇場。 ラストマン、全盲の捜査官や主演映画、法廷遊戯などで複数の作品に出演し、その実力を発揮しています。この二人が新人賞にノミネートされるのは、彼らの俳優としての才能が認められている証でもあります。 エランドール賞の選考は慎重かつ公正に行われ、該当の期間内に放送された作品から優れた俳優かつ将来が期待できる人物に贈られる賞です。これが二人にとっては再会の場となる可能性が高まります。再会の舞台エランドール賞の受賞者は例年2月上旬に発表され、受賞式も同月に行われます。 平野のしと永瀬角が共に新人賞を受賞する場合、受賞式で彼らが顔を合わせることになります。これは、キンプリとナンバーアイのメンバーとしての再会ではないものの、ファンにとっては朗報となることでしょう。キンプリの未来は不透明ながらも、個々のメンバーはそれぞれの道を着実に歩んでいます。 平野の仕様と永瀬角が再び同じイベントで顔を合わせ、舞台裏での再会があるかどうかは未知数ですが、彼らの俳優としての成功に期待が寄せられています。エランドール賞の受賞式が待ち遠しいファンにとって、2024年2月は特別な日になるかもしれません。金プリの新たな展開に注目が集まる中、 平野紫耀と流瀬角の再会がグループの未来への一翼を担うこととなるか、ファンたちは期待と興奮を抱えながらその瞬間を待ち望んでいることでしょう。